4月のチャレダンレベル9行ってみよう。さあ今月は何をやらかしてくれるのかな。生命を司る神、はあ、イザナギ無効かね。まだ普通。やりたい放題やってくれんじゃないの。とりあえず変身するか。体勢を整えてきたんだけどね、もしかしたら火力必要だと思ってね、なんかいっぱいつけてきたよ。これと、ゼラのアシストにブラキと、なんだっけ、なんかと、ブラキ。で、回復ねえんだよね。作れる。回復を作れってことがいい？これは。1コンボは必要だろうな。ということで、はい、はい。とりあえずもうこの状態では何もできんから、まあ、とりあえず殴るか。どうしていいかわからない。やべえ逃した。危ねえ。7、8個、10個もできてなかった。で、火属性単体なんてもう、あ、火属性だけいねえじゃん、うちのパーティー。そりゃ無理だな。で、全吸収されて、何する？マジ？きちいよ、お前。だいぶやらかしてんな、この人。うわぁ。これずっとやんのか。いたっけな、吸収。これランダム4属性って感じなのかな。だよね、多分。そうだね、さっき火だったもんね。今度水か。じゃあ光が来る限りはもう無理だな。まずい、これ。いる？うちのキャラ。ダメ級無効に？ダメ級無効。ダメ級無効しかいねえ。これは、光のあれを待つか、とりあえず。光待って、でもゼラ人撃つから、これカット案件かもしんないね。とりあえず光吸収、来ないまで、カットするわ。カットしなくていいわ。来たね。遅らせられないよね。いやー、落ち込ん。きつ。いや、きつ、これ。無効管は組むよ。ただ、無効管も組みづらいよ。いけるかわからんけど。とりあえず、組んで、で、他の色は、組んではいけない。つまり何がいいんだ、これ。わからん。お！いい気が入ったー！お願い！あー、まったくせー！お、平気。優しい。こいつ優しい。一旦待ってくれる。よかったー、危ね。あとは俺がやらかさなきゃ平気。で、速攻組んで、わからん。組めてる？ OK、組めてるね。これであと普通に殴るだけで、まあ大丈夫だろう。1500万でしょ？何？生きてんの？嘘なの？生きてんの？それは信じらんない。やばいこれ。組んで、な、L 字組んだつもりないけど組んじゃったし。回復なしがあだになってる感じある。何？全然なんかの、運でいけないこれ。運で。いけんじゃねえかよ、出したらこれ。まずこれを打ちます。で、回復なしのダンジョンだぞ、ここは。先制あるよ。どうすりゃいいのこれ。わからんっていう数が、多すぎて。これに、マジ。無理くせえ。倒せた。なんだその偶然。あ、先生ないよね。やめて。追加しないで。おっしゃ。今日も生き延びることができた。よし、回復しよう。こいつは楽だよ。まだ。もう火力特攻できたんだからね。さすがに。てか、
火力特攻できてんだからあのね回復できないと困るんだよね。さすがによいしょ。でこいつは前蹴り含めてもねそんな火力ないからね、まあそんなに警戒する必要もないかなと。落ち込んがなんとかしてくれる。ナイス。でここはもう吸収されるの前提で殴る。まあまあまあ強化はされてるけどなんとかなるよ。これだったらなんとかなるって。まあ依然回復を続けながらやっていこう。カットかな、カットします。さあ激減が切れる。私を鬼ぞ舐めるなよと。あーまあこれはこれで吐き消す。よしで体力満タンだから殴るだけよ。やべ軽減入った死ぬ。うぅマジやらかしてんな。危ねえ危ねえ。大丈夫だよな。おー怖え。で次覚醒向こう飛んでくる、もしかして。怖いな。ダメ級向こうも怖いから、とりあえずホワイトブーツと打って、殴ろう。いいんじゃない？落ち込む！ナイス、ナイス。で、多分まだ倒せない。次、何してくる？次やってくるよな。これでどうにもしないと無理だ。というわけで、ピースフルストーム。まあ、使っとくか。で、怖いからコンボカッサン。あ、コンボカッサン。もったいな。重ねちゃった。そういうこと、そういう意味ではなかったんだけど。まあまあまあ、いいとして、端を組んでいく。端の、よし。合わせて、どうしようか。こうだな。で、L 字にでもしとくか。してね。何の L 字にもなってね。下手すぎるけど、とりあえず倒すことはできるでしょう。あ。よし。オッケー。初見でいけてるっぽい。さあ、ラスト。なんだっけ、くぬ。なんかあってね、かけた時の秒針。半減。神ぬえだ。あー、属性吸収無効あったら超良いだな。で、この5ターン。なんか嫌な予感するよね。この5体以内に倒せっていうことじゃないのかな。で、めちゃめちゃ硬そうなんだよな。木属性吸収さえなければね、いけんだよね。水が、いろいろ邪魔だな。これ、ターン経過すればするほど不利になるのかな。とりあえず殴ってみるか。ちょっと予想ができない。多分。でも間違いなくこの5ターン過ぎたらね、終わる。もう直感でそんな気がする。そんな気しかしない、もう。一発の火力はどんぐらいあって耐久できるのかも気になるから。殴る。うわ、やばいやばい。結構削れる。身を固める。75。張ったね。光と闇がロックで落ちてくる。え？優しくね、それ。え、めちゃめちゃ優しくねえか、それ。光と闇ロックで落ちてくんの？うまくね、それ。じゃあ消しまくった方がいいな。もう、落ちてくるか。そんなのか。降り立つ大地。落ちやすくなんのかよ。いって！おー！しかもこれ遅延が刺さるよ。え、なんか最近チャルキュー普通じゃねえか。なんか、いけちゃうん、受けちゃうんですけど。いいのか、これ。撃っちゃっていいっすか？もう。なんか、いける気しかしねえんです。で、ゼントル強化して、撃てるスキルねえもんな、別に。で、あとは無効換する必要あるか、これ。わかった、右端に、上に回復と下光組んで、あと無効換すれば、左端はどうにかなる。よし。んで、さあ、あとは、光をよこせ。で、余計なドロップにならんように。さあ、どうだ。火ならいい、火ならいい。木はやめろ、木はやめろ、木はやめろって、つんずろこんな。
諦めんぞ。諦めんぞ、俺は。マジクソ、落ち込みいっぱい来たのはいいけど、あれは許せんぞ。なんとか、火ならいい。よし、組んで。指がない。指が短いんだよな。そうなんだよな。そうなんだよね。そうなんですよ。でも、あ、キー組んじゃってるミスか。もう、バカ野郎がよ。終わったー。めっちゃミリの星。